しゃい。いらっしゃい、こんにちは。僕はね、15歳の高校1年の夏休みに初めて小笠原に来て、だからその頃高校生だったんですけど、でそれで小笠原にどっぷりハマって、で、その間4回ほど小笠原来た時にもう18で学校辞めてそのまま移住したんですね。まあ、僕自身がもともと観光客として来たんで、まあ、お客さんもその初めて来る方が多い中でね、そのお客さんと同じ目線でね、小笠原の魅力を伝えたいと思って、それを心がけてますね。一番いいのはもうその日のね、天気や気分でね、何もしないでビーチでのんびりとかね、まあ、そういうスタイルもいいかなと思うんですけど、やっぱりお客さん大体もう3日間って限られた時間で来るんでね、まあとりあえずそのやりたいことを何をしたいかっていうのをね聞きながら、まあ、そのお客さんのニーズに合わせていろいろご案内させてもらってます。もうただ海眺めてるだけ、ね、山眺めてるだけでも、まあ、こんなに魅力的な島はないんでね、まあ、1週間に1本の船でね、交通の便は不便ですけど、でもそれでもそこまでして来るだけの、ね、価値のある小笠原なんでね、ぜひね、来ていただけたらとはね、常日頃思ってますんで、よろしくお願いします。